Hey guys! モンスタージョン TV! 始めました、モンスタージョン TV! 元気があれば何でもできる、元気があればウルージになれる、そんなあれだわ。イングスラッシュでやっていきましょう。今回でございますけども、次回のジャンプについてめちゃくちゃヤバい情報が入ってきたということで、それについてみんなで一緒に考えていきたいなと思います。それというのがですね、先日ワンピースの日23周年、おめでとうございます。そうなんですよ、23周年終わるだからワンピースが迎えたということでね、そんなめでたい日に生放送があったわけでございますね。ワンピース公式チャンネルにて生放送がございまして、でそこでいろんな話があったわけでございますけども、その中の一部分にてとんでもないお話があったわけでございます。それというのがネームをね見て、その時点で涙してしまったっていうことをね、まあ言われていたと。これがめちゃくちゃ話題になっているんですね。ネームを見て涙した、なんならばネーム見て涙して、小田先生に電話をして、いやほんとすげえっすっていうことを伝えたらしいですね。ほうほうほうと涙する、その涙の意味は何っていうのですごい気になりますよね。でやはりそれがその放送の時からみんな一体何なんだっていう風になっていて、すごい気になっていてね、まあ話題になったわけでございますけども、改めて一体その涙の意味するところとは一体何なのかっていうことでね、まあ考えているわけでございますけども、ざっくりと2、3パターンぐらいちょっと考えておりまして、その涙というのが、まあ今回のジャンプで、すでに発売されたジャンプで、おけくが見せた涙と繋がってくるのかっていうところが一つ気になるわけでございますね。まあ恐ろしいのは悲しい涙。その悲しい涙というのが死へと、まあ行くのかっていうところでね、すごい怖いわけでございます。要するに、おけくは涙をしております。そしてそこから次週のジャンプで我々も涙をする、要はおきくの涙とリンクするところがある可能性、イコールおきくはどういった状況だったのか、要するに勘十郎と戦うっていう場面でしたよね。だからまああの描写、なんか刀に血がついて一体何なんだろうね、で見た感じも服装もおきくだよね、何なんだろうね、勘十郎ぶた切ったのかなって考えるんだけども、まあ勘十郎は言うてね、まだまだそんな活躍してないというか、能力も全部見せてないんで、まだ死なないでしょう。そして分身を作るっていうのもお箱ですよね。だからこそのぶった切りました、ぶった切ったはいいけども、まあ首すっ飛んで分身だった、うわーってこうなんか悲しくなって涙をしているみたいな。で、あの剣についているのが炭である、血ではなくて炭であるっていうパターンが一つ、まあこれであれば正直もう全然いいですよね。だけども我々は別にそれ涙しないよね。だからおけくはそれで悔しくて、せっかくぶった切ったのにあーみたいな感じで涙をする、怒り涙、それはまあ分かるわけじゃないですか。でも我々はそれでは涙しないですよね。うわ悔しいなってなるけど涙はしないってなると、そのパターンではないのかなっていうふうに考えていて、じゃあもう一つのパターンとは一体何なのか、無念。この無念っていうのが来た場合、本当に我々も涙することになるのではないかと思います。要するにおきくと勘十郎戦いました、だけども残念ながらおきくやられてしまうっていうね、もしもそういったパターンであった場合、大きく死亡へとつながるのかどうか、それはさすがに我々涙しますよね。せっかく今矢と伊蔵と会えまして、でこれから一緒に戦えるっていう風になってね、そんなことになったらシャレにならないじゃないですか。でまあそこで連想するのは、やはりルフィ君とエース君を連想するところで、伊蔵がそんな形で目の前でね、あの大きくを失ってしまったらどうなるのか、なんかそう考えると本当に恐ろしいなっていうふうに思うし、なんかそのままなんか死んでほしくないなっていうふうに思いますけどもね。でももしもそんなような展開があったとすれば、まあまさにその涙っていうところではつながってくるよね。我々も間違いなくそれは涙するところでございますから、一つのパターンとしてはそういうふうに考えることはできるよね。じゃああのおきくの刀についていた血は何なのか、血に見えるものは何なのかって言ったら、自分の血だよね。ああいう風に刀も下向いてるわけでございますから、もしもこういう風に血が流れているのだとすれば、刀へとそれが伝ってっていう形であの描写につながる。で涙に関しては無念、勘十郎をやれず、そして逆にやられてしまったっていうね、自分の使命っていうのを果たせずっていうね、それは本当に悔しいわけでございますし、無念である。それは我々も同様に、もしもそれを目の当たりにした場合は涙することになるのかなっていうふうに思います。まあ大まかにはこの2つが考えられるところなのかなとは思いますけどもね。おきくが可能性としては、まあ、すごく高いのかななんて思います。まああとは桃之助様関連で一つそういったものがあるのかどうなのか
でも我々も涙するわけでございますからね。だから感動の涙なのか、まあ、悲しい涙なのかっていうところじゃないですか、大まかには。じゃあ感動の場合って一体何があるのかなって考えると、まあせいぜいももくんを救い出す、まあそこも一つだけどね。なんかその感動の涙はなんかイメージ的なアラバスタでのね、キビちゃんが自分の声は誰にも聞こえないって言ってルフィ君が救いに来て、うわーってなんかお前の声なら聞こえてるぞって言った時のあの感動、あれでの涙ってのは俺したんでね。なんかワンピースでそういう涙あるんで、まあそういう形で救ってっていうのは見えるけども、でもなんとなく現実味ないんだよね。で涙でしょ、ももくん関連ではないのかななんて思うと、まあそこなのかね。まああとは共闘、リゾート大きくての共闘つってもな、なんか違うんだよね。やっぱなんか悲しい方に行っちゃうんだよね。どうなんでしょうね。まああとはもう少しぶっ飛ぶと、勘十郎の今は完全に悪者じゃないですか。これがひっくり返るってすごく難しいことだと思うんだけども、意外と勘十郎がこっちサイドにつくみたいな、イコール彼は役者なわけじゃないですか。この役者っていうところがここで来るのかなみたいなね。まあさすがにそれは本当に可能性薄いと思うけども、なくもない話。例えばでございますけども、勘十郎とオロチっていうのは状況で結構似ているんだよね。要するにもともとは窮地に立っておりました。でそこからのまあそのおでん様とね、まあ仲良くなってよくしてもらってっていうような流れがあるわけだよね。まあ安家さんしかりなんだけども、だからそういう風によくしてもらったのに恩をあだで返すっていうね、これが二人に共通してるところなんだけども、意外とドストレートパターンでそうはならずに、今見た感じはもちろん黒ずみの恨みっていうのは底知れずということで、いくらよくしてもらっても許せないっていうのが今の黒ずみの考えだよね。だけどもそれはオロチだけだったと。勘十郎に関してはこんな自分にここまでよくしてくれた、初めて人によくしてもらった、っていう風になるのかもしれない。そうなった場合っていうのはもう深いところまで、先の先の先まで読んで、そういう形で今演技をしているみたいなね。だからやっていることでも信頼されることしかやってないじゃないですか。だからその最後の最後で一気にひっくり返しに行くっていうので、勘十郎はそれをやったらすごいやと思うんですよね。実際ここでそれがあるかって言ったら本当に薄いと思うよ。薄いんだけども、例えばでございますけども、そのももくんに手を切られた、でその手を切られたっていうのって本当にあり得るのっていう感じするじゃないですか。まあめちゃくちゃ強いやつだぜ。めちゃくちゃ強い彼がそんな子供に人たち食らいますっていうね、それが違和感あると。でもともとコメント欄でも言われていたところなんだけども、意外とももくんが実はあれ絵だったらドスルっていう話だよね。もしも絵だった場合、それってすごいことだよね。じゃあももくん今どこにいるのっていう話になったりとか、いろいろとこれは面白いことになっていくよね。ただこの絵であるっていう、そのももくんが絵であるっていうのはなんとなく違和感を覚えるところはあって、やはりそのカイドウがバコーンって言って、そのももくんのいるあの処刑台みたいなところにドーンってやった時に、ももくん震えていたんですよ。震えるような描写が描かれていたんで、果たして絵がビクビクなるのかなっていうところが気になるよね。だから絵だとしたらちょっとなみたいな、で一連の流れがあってそれが絵なのかなっていうのは正直疑問に思うところではある。じゃあ絶対にないのかって言ったら、それはまた別の話だよね。このように絶対っていう言葉はそうそういないと僕は思いますんでね、そこの可能性っていうのも少なからず僕は置いてもいいのかなっていうふうに思います。まあそうなれば、まあ確かにその涙っていうところには繋がるというか、勘十郎がだからもうゴミの名をね、欲しいままにしてるわけですよ。もう世間からの、この我々の世界からのバッシングももう全部受けてね、もう本当にクソ野郎であると、まさにクソ済みであるっていう形で彼がいるわけでございまして、でそういったのを受けて、だけどもどっかで一気にひっくり返していくみたいなことがあったら、その忍耐根性、そういったところに対して俺らは男を見るわけだよね。凄まじいわけじゃないですか。だからそういったパターンがあるのだとすれば、確かにまあ涙
がするっていうのも見える。まあただ見えないのはおきくんの刀の血ではね、あれは見えないのかなと。まあその涙するところはまあ見えるんだけどもっていうさ、まあ果たしてっていうところであるわけでございます。だけどももしも勘十郎がそういう風に味方陣営に来た場合、後に起きることとして、黒ずみ家っていうのはただのクソずみ家であるっていうことで消滅して終わらないっていうね、例えばでございますけども、チンジャオがひたすらルフィ君に対してなんか最初攻撃してきたわけじゃないですか。親子の代まで恨むぞーって言って関係ないルフィ君に攻撃をしてきたっていうね、いや意味わからんやんけって話じゃないですか。そんなじいちゃんに言えって言ってめっちゃ怒ってたんだけども、そういうところに繋がるんだよね。結局は黒ずみ家っていうのは悪いのはその毒殺をね、やらかしたおっさんなわけであって、オロチたちってのは関係ないんですよ。だけどもオロチたちはもろにその恨みを食らってしまったっていうね、だからそういった流れがあるわけでございます。このまま行くと結局残っているオロチもそして勘十郎もただの悪者であるということで、黒ずみ家はもう抹殺されて終わりだよね。まあそれはそれで、例えばそのドンキホーテ一族、ドンキホーテファミリーを全部ぶっ飛ばしたっていうところではまあいいと思うんですよ。元々の王族の流れはあるけども、ただお前ら天竜さんの方に行ったんだろみたいな、まあそのドフィ君ではね、戻ってきてんじゃねえよって話じゃん。だからそういったところで排除するのはまあ一つなんだけども、だけどもこの黒ずみ家っていうのはまたちょっと特殊な流れがあるんで、まあそうなると完全な排除ではなくて、まあ意外と勘十郎がそういったことをしていいやつもいるんだみたいな。でモモ君とかが特にそこで話をしてさ、黒ずみ家でそれやらかしたのはそのまあ先々代のおっさんであるこいつらは関係ないみたいな感じで言った場合は、まあいろいろとそこら辺の後の未来もね、黒ずみ家の未来ってのも見えてくるっていうね。こいつらっていうとオロチも含まれるから、オロチはもう斬首でいいんだけどはい、そんなような可能性もあるのかなと。そこからの涙へっていう風に言うのであれば、それは見えなくもないのかななんて思います。ということで、まあざっくりと3パターンだよね。それがどうなるのか、ただちょっと大きく怖いね。なんかちょっと恐ろしいところありますね。大きくやられてしまうのかな。無念からの涙っていうのであればすげえわかるんだけどもね。でもこんな早く、だなぁ、なんかちょっと怖いですね。どうなるのか、次週この涙の意味がわかるわけでございます。僕としては本当に感動の涙とかそっち方面であってほしいなっていう風に強く願うわけでございますけども、さあどうなるのか。まああとは全然ありえない方向だけど、最近話題になってるのがサボくんがワンピースの一番くじのフィギュアになってるわけじゃないですか。でこれ結構ね、半年前ぐらいからそういった流れってあるんですよ。なんかサボくんがワノ国の服を着たようなね、まあものが描かれているということで、意外とサボくんがワノ国来るんじゃないのかみたいな。まあ俺は正直来ないと思ってるんですよ。来ようがないというか、来ちゃったら今せっかく伏線張っているそのマリージョアでの話がもう終わりじゃないですか。まあマックスサボくん助かって、だけどもビビちゃんは救えず、でこれからビビちゃんを救いに行くみたいな古代兵器の流れからのっていうので、まあそっち方面ならあるかなみたいな。でもサボくんどうみたいなさ、来ますっていう感じがするんだよね。だからサボくんが来たら、まあ、すごいと思うよ。でも実際その海賊無双の方ね、ゲームの方ではサボくん来てるんですよ。まあだからそのアニメでは来れないからこそのゲームでは来てるっていう考え方もできるけども、果たしてっていうね、サボくんが来るかもしれない。これはさっき言った勘十郎のひっくり返りパターン、もう可能性はもうほんと少ないですよ。少ないけども、この世に絶対なんて言葉はほぼほぼないですからね。そういったところでは僕は期待したいです。むしろそっち方面で期待したいです。そうなれば革命軍が和の国へ来る、もともと革命軍ってのは和の国とね、ゆかりのあるわけでございますから、そこからの、まあ、みんなで一緒にカイドウをもうね、しばき回して、でからの一緒に世界政府のもとへっていうね、マリージョアへっていう風になるのであれば、もう最高だなと思いますけどもね。という感じでこんな感じで今考えておりますけどもね、増えた4パターンだ皆さんの思うところぜひともコメント欄に書いてくれたらなと思います。 OK ですか。あと実写チャンネル、今面白い企画をやっておりまして、めちゃくちゃ盛り上がってるんでね、ぜひともこちらもチェックしてください。 OK ですか。実写チャンネルの登録よろしくお願いします。 OK ですか。それでは最後になりますが、じゃんけんタイムいきましょう。最初はグー、インガザーだ、シェットでグーでした。また次回お会いしましょう。 See you next time。